こんにちは。キツネンさん、こんにちは。おそ、いっぱい来た。こんばんは、ユナさん。こんにちは、ヨシオさん。自己紹介増えたね。変えました。アイアイさん、こんにちは。お、新しくなってる。変えました。こんにちは。こんにちは。これ持ってたら見にくいですか？これで。シャルティさん、今日も来たよ。あ、昨日の方、こんにちは。こんばんは。はじめましての方いるのかな。はじめまして、17番です。今日は初見です。はじめまして、17番、16歳の静岡県出身です。なんて呼ぶ、あ、昨日いいな、いいなです。いいな、書いときます。こんばんは、こんばんは。はじめまして、こんばんは。字がかわいい。ありがとうございます。読めますか、これ。おいっす、おいっす。こんばんは。将来の夢が、将来の夢は書きません。よう、よう、こんにちは。こんばんは。将来夢なんてなかったんや。ん？書いてないです。
こんばんは。何の話しようかな。これ何書くことありますか他に。おお、昨日より可愛さ増してる。ありがとうございます。昨日も見てくれた方、誕生日書いときます。誕生日じゃないな、血液型。何書いたらいいかな。好きな食べ物。推しメンとか特技。推しメン、推しメン書いておきます。書いた方がいいですかね。かわいいな、ありがとうございます。いいな、緊張してますか。昨日よりはしてない、してないです。消したら黒くなっちゃったからやめました。うまく書けない。こんばんは。星が飛んできた。ありがとうございます。星、こんばんは。はじめまして。はじめまして。こんばんは。こんばんは。こんばんは。好きな食べ物を書きます。うちのお尻に似て口が悪いと聞いてきました。はじめまして。塩にぎりだっけ。塩にぎりも好きです。え、うちのお尻に似て。
が悪い口が悪いのか。はじめまして。すごく顔小さいですね。ちっちゃくないですよ。あっさり醤、あっさり醤油ラーメン好きそう。塩ですね。ミナルン、あー悪いか。昨日なんかすごい似てるって言っていただいて。どんな言葉遣い？わかんないです。なんか言葉遣い悪いらしい。あ、塩おにぎり書いてない。あ、まあいいや。塩ラーメン派とか押せれば塩が一番いいです。塩可愛くてすいませんって言ってみてください。可愛くてすいません。可愛くないけど塩ラーメン。こんばんは。こんばんは。前髪切りました。塩か。塩字がうまく書けない。こんばんは。こんばんは。かわいいね。ありがとうございます。もうちょっと字やめよう。書けない。基本塩が好きなのかな。醤油も好き。醤油も好きです。これ持ってば950人。ありがとうございます。こんばんは。こんにちはか。こんばんは。はじめまして。今日も2回目来たけど髪色地毛。そんなわけないか。地毛だけど染めてます。静岡県から名古屋まで通いですか、上京ですか。わかんないです。通うかな、上京。好きな食べ物がアイドルっぽい。カレー、チョコ。いちごって書いたけど別にいちごも好きじゃないか。消します。クッキーまで消えちゃったからクッキーも消します。どういう意味？染めてます。地毛、エクステとかじゃないけど染めてます。あーこれ地毛。あ、そういうことか。これが生えてないです。金髪はじゃないです。初見です。こんばんは。はじめまして。こんばんは。協調性ありますか。ありますよ多分。協調性って自分で分かんない。あると思います。静岡の方言出ないね。静岡の方言そんなにない気がする。ヤンキーですか。ヤンキーじゃないです。全く。マジでヤンキーじゃないです。演習弁？演習弁。静岡演習弁？かな？
静岡のいいところ教えてください。なんかいろいろある、いろいろある。大笑いする方ですか？大笑いはしますね。あ、ボード書き直したのね。こんばんは。書き直しました。名古屋来たこといっぱいあります。静岡可愛い子多いね。多いですよね、静岡。周りの子可愛い。静岡の候補者別にいるけど2時とかで話した。え、静岡の子、あ、話した、話しました。静岡のこと、どうして SKE 受けてみたんですか？アイドルになりたくて受けました。 SKE48 系好きでずっと。SKE ラーメン食べたかな？食べてないけど見ました。食べてないけど、食べます。千人行ってる。こんばんは、はじめまして。目標とするアイドルとかいますか？目標とするアイドル、推しは草木ぽんさんです。ちょっと明日髪の毛黒に染めてこいと言われたら大丈夫？染めます、黒に。所属チームは、星が、ごめんなさい、わかんない。SKE の握手会行ったことない。ないですってこと。今日も笑顔になるまで頑張ろうと。昨日笑顔だったのかな。おしさきぽん、さきぽんさんです。顔がすごいタイプです。かわいい。こんばんは。妹キャラじゃないかな。これずっと持ってなくてもいいのか。 G かわいい、ありがとうございます。エゴサした？エゴサ。ココではしてない？なんて言うんだろう。なんて言えばいいんだろう。雰囲気ね。ありがとうございます。こんばんは。
上のハートを押してください。やめよう。さきぽん美人でスタイル抜群だからね、わかるわ。可愛いですよね、顔スタイルも可愛いですよね。 SKE オタ、おじさん多いけど耐えられそう。大丈夫ですよ、ダンス経験あります。どっちかな。ピンクにした。上のハートを押してください。こんばんは。ハート100回押したありがとうございます。100回押したらどっちだろう。女の子に憧れられるアイドル目指そう。そうですね、目指します。いた、消えちゃう。じとめグスだと消えるわ。ですよね、100回だからグス消えちゃう。消えてる。101回押してください。あれ12いいのか。101回。バンギャですか。バンギャじゃないですね、ただの普通の人です。普通の人じゃないな、なんていうんだ、何にもそういうのじゃない人。48のオーディオを受けたことあるの初めてです。ボンバー参上、わーい、こんばんは。変えよう。消すのがどっか行っちゃった。ツイッターの拡散かな。ハッシュタグ考えよう。お、ハッシュタグ、あ、ハッシュタグありますよね。なんかみんな考えます。考えましょう。ツイッターの拡散と上のハートお願いします。もっといろいろ詳しくプロフィール教えてください。アイアイさん、アイスクリームありがとうございます。アイス10個ありがとうございます。あれ、これでいいか。ひなちゃんのことツイートしといたよ。ありがとうございます。もっと詳しくプロフィール、じゃあなんだろうな、
かんないプロフィール。今日は風吹いてないね。さっきまで吹いてた。今日もガタガタなるかなって思ったけど収まってくれました。最近爆笑したこと、最近爆笑したことはなんだかな、爆笑したことは覚えてるけど何で爆笑したか覚えてないですね。友達と話してて爆笑しました。え、何話してたっけ、覚えてないな。なんだっけな、なんかやばいぐらい笑いました。静岡です。髪色素敵だけど高校では平気なの。高校で平気です。高2です。16歳です。テレビとか見る？見ますよ、テレビ。こんにちは、こんにちは、こんばんは。特技、昨日から特技を考えてて、特技なんだろうな、特技ちょっと分かんないです。特技、特技は運動系？運動もあんましないかな。料理する？しないかな。こんばんは、はじめまして、はじめまして、17番です。あ、ここに、あ、そうか、いいね。なんでもない。あれ、昨日の今日で特技できたらすごいわ。なんかあるかなと思って考えたけど全然思い浮かばなかった。深夜にコンビニ溜まってないよね。深夜は家から出ませんね。コンビニ溜まんないですね。今何思いついたのかめっちゃ気になる。え、何思いついたのかな今。この上のこれテロップに自己紹介書けばいいと思ったんですけど長くて書けないわって思いました。尖っていた時のミナルにそっくりかも。尖った時の、事故った。今すぐ試せることない？指めっちゃ曲がった。あ、指めっちゃ曲がりますよ。そんでもないか、曲がってます。落下は、すいません、事故りました。ちょっと乗らなかったみたい。結構曲がる。曲がってました。こんばんは、何歳か分かりませんが動画をと言われません、言われませんか。言われたことないかもです。You look so good. Oh, thank you. 私は日本語が話せません。英語でコメントしてください。 Englishはじめまして、はじめまして、美形ですね。ありがとうございます。静岡って、マジ静岡です。はい。真似しようとしたけど指めっちゃ痛い。そこそこ曲がる。あ、曲がってました？なんか昔は曲がってたけど、最近やってないから曲がったのかな。じゃあ特技、
指が曲がることにします。英語を話せるの？英語話せないですね。じっちゃ。書き直します。アイドルのオーディション経験はある？ないですね。資格とか塾とか習い事してたとか。資格、塾、はい、習い事もしてました。字がやばいって。ちょっと特技でいいのか。これは次は趣味を探します。何習ってたの？何、いろいろ習ってましたね。いろいろってほどでもないか。でもなんかそれも全部特技って言えないけど、スポーツしてた。スポーツはちょっとしてた。なんか得意なもの、得意なもの、ピアノちっちゃい頃、本当にちっちゃい頃してました。特技は一つでいいからね。ロンドンから見てます。やば。こんばんは、ロンドンの方、白熊さん。趣味、趣味、できる楽器。楽器はできないですね。楽器か。あ、これ。楽器じゃあ、ちょっと考えます。楽器。ピアノがこんくらい。こんくらい。友達も髪染めてる？同じ学校の人は。カラオケとか行くの？カラオケ行きます。いっぱい行きます。今からでもやれば席になるよ。楽器ですか？頑張ります。最近見た金髪で一番似合うし一番可愛い。ありがとうございます。なんかこのショールームの画面だとなんか明るく見えるんですけど、そんな明るくないと思います。明るいのかな。僕はインドから静岡に来ました。インドの方、インド人の方、
え、全然もう日本に生まれて日本ジャパンジャパン、なぜ SK なの？え、近かったし東海地方だし、そのアイドルになりたくて、 SK 可愛くて。一人カラオケ、一人カラオケじゃないですね。一人カラオケ。さては昨日の方かな。昨日の方ですね。昨日も見てくれた方かな。あ、これ忘れてた。なんか書きます。ちょっとやめよう。歌ってみたりできるの？歌ってみたり、あ、今？ん？歌ってみたり、歌ってみたり、絵描くの好き、好きです、絵描くの。あ、趣味、絵描くこと。特技と趣味できました、イエーイ。あ、絵描くこと好きです、趣味できた。こんばんは、初見です、ありがとうございます。なんか書いて、何書けばいいかな。はじめまして、外国人混じってますか？え、全然、もう日本です、日本。いつも何の絵描くの？なんか何描くんだ、どんなキャラのアイドルになりたいですか？かわいい感じ、かわいい感じ。好きな動物は、動物、何がかな、犬は描けないから。おにぎり描きます。ちょ、ダメだ。ちょ、ダメだこれ。ちょっとやめます。なかなかの金髪だね。明るく見えるだけでそんな明るくないと思います。ちょっとおにぎり失敗ですね。もう消しました。アイドルになったら怖い先輩になりそうですね。え、怖くないけど、怖くないです。それじゃ絵の上手、分からん、多分分からんだよね、これだ。じゃあ何描くかな。タンパク、タンパクですか。果物描こうかな。
ダメだな果物。お、2000人行ってる。こんばんは。見て。昨日今日見てて、昨日も昨日今日もありがとうございます。怖さは全く感じない。怖くないですよね。キリン、ちょっとダメかも、首が長すぎた。ダメだ、一回書き直します。ちょっとミナルンでいいのかな。これミナルン知ってる？知ってます、知ってます。ペット飼ってる？飼ってないです。ペットどうしようかな。キリン飼けないな。これはやばい。はい、キリン。そもそもボードが小さい。こっち大きいの使っちゃったんだよ。うまい、うまい、イエーイ、うまいって。足短、あ、そっか、キリン足と首が長いのか。じゃあ書き直します。ちょっとダメだ。次です、次書きます。こんばんは、はじめまして。あ、これ体図鑑が可愛くて好きよ。お、やった、ちっちゃくて。100均のボードじゃん。100均ですよ、これ。100均です。キリンできたらどうかな。こんばんは、また来たよ、カプさん。あ、昨日推薦コメント、推薦メッセージ書いてくださった方ですよね。ありがとうございます。見ました、ありがとうございます。嬉しかった。ゾウ花、え、じゃあこれに大きく書けばいいのか、ペン太くすればいいのか。事故。消しちゃった。そう、うま、うまいのか。もう2000人いってる、すごい。
自己紹介しよう。これうま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 っ難しいな。馬か。顔だけ描く。あれ？消すのがなくなっちゃった。もうすぐ誕生日1月です。早生まれ。犬になっちゃった。これは犬ですね。ちょっと馬が分かんない。ヒゲ。キツネだ。キツネになっちゃった。絵描いてるとき楽しそうですね。楽しいです。イヌです。これもう消しちゃったけど、進化の過程、そう、次に馬になる感じですね。確かに犬だ。犬好きだから仕方ないね。犬かわいい。すぐ消すやん。消しちゃった。こんにちは。エントリーナンバー17番。です。ノートとかに絶対落書き知ってるでしょ。知ってるっちゃ知ってた。What is your name? What I can read 漢字。どうやって書けばいいのかな。My name is。あ、名前ないわ。17番。からセブンティーン。学校行ってる。行ってますよ。今日何時まで。ショールーム何時まで。自己紹介の紙。ショールーム何時。7時とか7時過ぎぐらいまで一回やって、もう一回夜
やろうかなって思ってます。漢字が読めないって言ってるからあ、そっか、名前あれだからどうやって、あ、静岡県感じが、リイーナ、リーナ、リイとかかな。いや、こんばんは。今回静岡の子多いな。多いです。多いのかな。多いですよね。読みやすい字だね。え、ありがとうございます。推しメンとかいますか？推しメンいます。さきぽんさん推してます。こんばんは。前世で会ってなければ始めました。会ってましたね。初めまして。さきぽん可愛いよね。ぽんさんか可愛いもん。可愛いですよね。復習したいので3パターンぐらいポーズお願いします。はい。次どうしよう。はい、来世で会いましょう。そうですね、来世で会いましょう。同い年だ。同い年です。高2です。イエーイ。前世来世、今なんて言うんですかね。前世、今世、違うな、今か。組にしてるのチョーカー、チョーカーです。現世、現世っていうの、現世、現世。ミナルに似てるってみんな言ってるよ。似てますか？なんかこのショールーム昨日からやってるか、初めて言われました。チョーカー、チョーカー、チョーカー、超かわいい、かわいい、このチョーカー。兄弟いますか？いますよ、兄弟います。現世のうちに会いますように。現世で会いましょう。
今生きてて一番楽しいことは何ですか？うん、いろいろ楽しいから分かんない金属アレルギーではないので、金属もマジで余裕です。金属、髪明るいと誤解受けやすい、受けやすいけど、あえてその髪色に臨んでいるのがこだわりなんだろうな。こだわり、誤解、なんかすごい怖いみたいな感じですよね。目が見なるんだよ。うん、目が似てんのかな。目、怒らせたら蹴られそう。蹴るかな、蹴らないな。例えばもう絵描くコーナー終わっちゃった。コーナーじゃないよ、絵描くの。ミナルに似てる、かわいい、ありがとうございます。似てるのかな、なんか似てるのかな。わかんない、自分ではわからない。いいね、楽しいのが一番、楽しいです。似てると思います。似てるんだ。声までミナルに似てる、似てる。全然わかんないですね、自分じゃ。K2 のメンバーにやってほしい。 K2 だよ。似てるかは謎だけど可愛いのある。お、ありがとうございます。なんか自分で似てると思わなかった。思わないか、自分じゃ。コーラ好きですか？コーラ好きですね。コーラは好き。ヤンキーなのに SKE 入りたいの？ヤンキーじゃないです。これマジでヤンキーじゃないです。少し髪上げてみて、ポニーテとか。わかんない、ツインテール。わかんないな。ピンポン、こんにちは。髪色で誤解されやすい。うん、されやすい。バンド好きそう、好きそうに見えるのか。バンドは髪の毛長いのね。髪の毛長いです。立ったらわかるかな。お、見えました。こんばんは、こんばんは。かわいい、ありがとうございます。金髪ツインテールは強い。わーい。毎回髪型変えてみた。昨日なんかストレートって話してたから
巻いてみたけど見えなかった。お、想像よりなかった。長いです、髪の毛見えないですもんね、これしか。ほっぺた絶対伸びる。伸びない最後まで黒染めしてると最後最初、黒染め黒くしようかな。じゃあどうしようかな、した方がいいのかな。髪色だけの情報しかありませんが、はい。チャラいですか？チャラくないです。マジで真面目です。チャラくないです。明日はツインテールかな。明日はツインテールかな。ツインテール、ゴム持ってきてもいいかな。本当に真面目なの、自分で真面目とか。え、でも本当にチャラいことはない。何か震災の目に止まるか。初見です、こんばんは。こんばんは。はい、あなたの誕生日は1月21です。1月21、このままでいてほしいな。黒染めしないとダメかな。個性があっていいと思う。お、ありがとうございます。金髪がこの子の売りかな。水亀座です。配信見た限りではアゲアゲ系ではない、アゲアゲ系ではないかな。お、3000人、すごっ。21分の1。1月21です、誕生日。これいつから染めたの髪。高校です。見た目は AKB の。なんか似てる人多いですね。うどんとそばどっち派でしょうか。うどんです。中学時代は黒かった、ね、黒かった。髪染めてから変わった？何も特に髪の毛の色しか変わってない。うどんかよ。うどんです。うどん好きです。
僕の誕生日1月17近い。あ、これじゃない、あれ、これか。毎月染めてるの？うん、そうかな、そうでもないかな。何、うどんが好きだと？よしご、うどんです。うどん、うどんが好き。眉毛も染めるの？眉毛も染めたいかな。黒髪の頃の写真とかないの？あるけど出していいのかな。静岡でおすすめの店、とりあえず爽やか行ってください。爽やか何歳ですか？16歳です。これ消えちゃった感じかな、当たった。初見です、かわいい。お、ありがとうございます。昨日のショールームが YouTube に上がってるね。ショールーム YouTube に上がるのか。金髪がよく似合うね。お、ありがとうございます。静岡の人みんな爽やか言うんだけど、爽やか行けばもう静岡です。好きな食べ物はカレー、チョコ、かき氷です。あ、カレーって、カレーが好きです。カレーチョコ、カレー以外は基本お菓子が好きなのかな。なんか好きなものが多すぎて、なんかもう基本ご飯好きみたいな。自家製のカレー、うん、自家製のカレーも好き。カレーって美味しいから、どこも可愛すぎん。お、ありがとうございます。塩むすび好きだ。あ、そうだ、忘れてた。塩むすびが好き。手かきめ可愛いね、ありがとうございます。逆に嫌いな食べ物、嫌いな食べ物は、嫌いな食べ物は苦いもの、焼肉は好き？焼肉好きです。カレーって美味しいよね。美味しいカレー、これは新しいジャンル。こんばんは。ここにかけました、カレー。
ピーマン食べれますか？ピーマンは食べれます。ピーマン好きです。昨日ぶりです。こんばんは。自己紹介可愛くなってる。ありがとうございます。ブラックコーヒー飲めない。ブラックコーヒーは飲めない。味覚は（笑）なんかカレー好きってなんかちっちゃい子みたい。これがいっぱい当たって消えちゃった。消えちゃいました。絵のセンスありそう。さっき絵描いてました。もう一回描こうかな。おじさんも好きだよ。カレー美味しいですよね。初見です。こんばんは。はじめまして。こんばんは。だから髪もカレー色なのか。髪はカレー色なのか。夜も人生最後に食べたいのはカレーライスって言った。人生最後に食べたいものはチョコですね。嘘。カレーも食べたい。何でも食べたい。ココイチのカレー好き？ココイチ食べたことないかな。あるのかな。わかんない。いや、辛そう。文字に飾りがついてるね。つけました。静岡にあまりない。ココイチですか？あんま見ないです。色の候補生見てもやっぱりイナちゃんが一番可愛くて好き。お、ありがとうございます。嬉しい。ほい。カレールーならチョコっぽいし、一石二鳥。じゃあカレールー食べます。カレーとチョコ一生やめとこう。カレーとチョコを並べるの。カレーとチョコ。好きな食べ物を、ね、好きな食べ物をカレーチョコ。果物も好き。おしめんは、おしめんはさきぽんさんです。かわいいな、いいな。いいな、いいな。使えますね、語尾に。敬語使う覚悟はありますか？敬語使います。敬語得意？得意とかじゃないか。敬語使います。ハッシュタグ、そうだ、ハッシュタグさっき言ってたんだ。ハッシュタグの、ハッシュタグ作った方がいいですよね。ニックネーム、ニックネームいいな、いいな。だから
分かんない。いいな、いいな、いいな、いいなです。 My name is いいな。かわいいな、かわいいなにします。いいなちゃんこんばんは。こんばんは、はじめましてかな、違うかな。いや何個か考えます。これはダメだ。どうしようかな。ブリブリな可愛い曲とか歌って踊りますか。ブリブリな曲、可愛い曲好きです。いいな、いいな。長7個。難しいな。事故、何が事故。え、今事故起きた。え、起きましたか。こんばんは、こんばんは。いいな、いい、いいなな。かわいい。お、ありがとうございます。ちょっとひねってるのおもろい。いいな、いい。お、すごい、星めっちゃ来た。ありがとうございます。いい、いい。こんばんは、初見です、はじめまして。ハッシュタグどうしようかな。やっぱ作ろう。最高の顔、顔、何顔。ハッシュタグやっぱいい7個ですよね。適当でいいんじゃね？適当でいいのかな？じゃあ、はい、もう決めました。初見です、こんばんは、こんばんは。い、いいで、1,2,3,4,5,6,7個な。どうですか、これ。なんか可愛くないですよね、これ。千葉県民だけど、今年静岡には15回以上行ってます。千葉行きました。何回か。ディズニー。ここの緩い雰囲気、ほんと、すこ。緩いのか？もっと、緩くなくやろう。緩くなくできない。ハッシュタグ作ったらここに、これ消してこれここに書きます。全然思いつかないな、かわいいの。いい、髪の毛耳かけてみて。こうやった方がいいかな。はい、はい、はい。
定期報告現在4番人気。おお、すごい、ありがとうございます。みんなパーカーがジェダイ、ジェダイ、ジェダイ。スキーには静止めがお尻の時なのでぜひ合格してほしいです。お、ぜひ。これパーカー見えないですよね、ほぼ。ほ、立てば見える。今年の総選挙の放送を見ました。今年ってこの前の、この前のというかですよね。見ました、名古屋ドームの。パーカー女子、パーカー着てます。いや、えらい、見ました。合格しても髪色そのままでいてほしい。そのままで入れるかな、痛いかな。パーカーの紐結んでおく派なの。なんか結んだ方が、このパーカーは可愛かった。とりあえず好きに生きてほしい。に生きていく。ポケモン好きですか？あれ欲しいです。なんか出ますよね、ポケモンのたまごっちみたいな。イーブイの、あ、4000人超えた、すごい。こんばんは。17歳、17歳じゃない、17番。これ17歳だったらちょうどよかったのかもしれない。16歳だけど。スイッチ持ってる？スイッチ持ってないです。黒髪にもしてみたい気もする。研究生は黒髪にしなきゃいかんと言われるかもな。ただ黒にします。合格したらすぐに17ですね。17だね17ねですね。研究生黒髪髪型固定決まりだったけど、今分かった。今もそうなんじゃないですか、多分。髪型固定、髪型固定だ、髪だけの色。将来の夢、バク転だっけ。そんなこと昨日言ってましたね。バク転したい。地毛だって言い張る作戦。地毛だって
リアル。ここどんどん黒くなったらバレちゃいますよね。毎日染めるとか。これは黒髪だと言い張ればワンちゃん。これ黒髪ですって言えば。ダメ、黒髪にしたらみんなの特別かな。え、そんなに似てるのかな。なんか全然自分では似てないってか、わかんない。最初に決めた髪型でしばらく固定だから最初が大事よね。静岡といえばおしりん、この前見ましたテレビで。最初から金色なら最後まで金色でなければならない。じゃあ、そんな感じなんだ。身長はまだ伸びてますか。わかんないです。伸びてちょっとすごい、4000人いってる。こんにちは。静岡だったら爽やか行ったことある。爽やかありますよ。いっぱい行ってはないけど。目玉が大きいから大髪なっぽく見える。目大きい。4000人の前かな。で、4300人いったら4000人の前します。嘘です、しません。県です。私も静岡県。こんばんは、はじめまして。静岡、イエーイ。爽やかってハンバーグでしょ。肉汁が爽やかなんか。そうですね、爽やか美味しい。ひょっこり。リーナさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、これ昨日の。フリップアクロバットに出すからそれがまいってことで。まだ300人いたい。目だけ出すのかわいいな。お、ありがとうございます。オーディションは何回目。初めてです。お、バイバイ、頑張れ。ありがとうございます。またね、また来てください。昨日と比べると随分可愛らしい自己紹介になった。昨日の可愛くない。
めててこのレベルのオーディションで残ってるのは奇跡ですよね。頑張ります。ペンライトは何色が好きですか。何色だろうな。どうしようかな。オーディションのきっかけはアイドルになりたくて。正座してる？正座してないですよ。座ってます、椅子に。ヘッドホンはピンク2本ですよ。です。ピンクピンクってあれですよ。将来は上京したいの？うん、東京いつかは行きたい。いなちゃんこんばんは。こんばんは。ネックレスおしゃれだね。ありがとうございます。見えてたかな。モデル志望とかありますか。とりあえず私はアイドルになりたい。モデル、うん、歌って踊ってモデル。そのネックレスって幸運を呼ぶ的なやつ違うと思います。友達アイドルになりたいこととかオーディション受けてることは知ってるの。知ってる人もいます。歌って踊りたいんですね。歌って踊りたいです。目標が曖昧なの。10代って感じで好き。10代劇場で頑張って公演するのがメインのアイドルグループだから、劇場で公演したいな。劇場公演健康にいいやつ。これ健康にいいやつじゃないです。ただのネックレスかな。指輪つけたりする？つけるときはつけるかな。近いかな。ボールつなげただけ。チョコボールつなげただけですね。こんばんは。6時半なんだ今。
もう1時間半もやってる。こんばんは。金属首につけるの平気なんだね。平気です。推薦コメント書いてきた、ありがとうございます。カツカレー好き？好き。でもカレーも、カレーのが好き。お、静岡の子か。俺は NMB 推したけど応援する。 NMB、 NMB も好きです。これから出かけるけど今日の夜配信は何時頃する？どうしようかな。8時半、9時、そんくらいです。もしかしたらやんないかな。ちゃんと決めなきゃ。今日バイトは？今日バイトないです。休みました。カレーには福神漬け、らっきょう、福神漬けですね。配信の予定とか立ててる？立ててます。早起きする？しない。する？わかんない。バイトしてるんだ。してます。バイト自由に配信してるんかと思ってた。でも今日はそのタイムテーブル設定してました。します。じゃあカレーにソースやチョコレートミルクは茶道かけない方が一番です。え、かける人いるんですか？ソース、あ、ソースは、あー、ソースはわかるかもしれない。チョコレートミルクチョコ、かけるの。バイトってうちの葉っぱ虫かな。静岡だから違いますね。あ、ハッシュタグ忘れてた。ちょっと待って待って待って、考える。やばいやばい、重要なことを。カレーはそのままがいいな。それなです。カレーはそのまま。カレーには納豆チーズ。納豆チーズ。チーズはわかるが。納豆。ソースは小中学校の時給食でかけてた。おお。チョコレートは作る時に入れる。ナンさん習ってもらってました。忘れすぎ。え、どうしようかな。やっぱさっきのが一番いいですかね。あの長7個あるやつ。チーズカレーは美味しい。焼いたやつ。チーズ。インスタントと手作りどっちが好き？カレーですか？カレーなら手作りです。ハッシュタグ
数字って使えないですよね。うん。うん。7個これがいいのかな。どうですか、これいい感じかな。7が7個なら14個7をつけないと。7がな、うん、なは7個。あ、じゃあみんながミスったらバラバラになっちゃう。8個とか9個とか。あ、そうだ、ここに書けばいいのか。テロップに書きますね。きました。あ、ここも変えなきゃ。こんばんは、こんばんは。ジョイマンとも言えるし、北斗の拳とも言える。個数合ってる？間違ってる、間違ってます、間違ってる、これ間違ってた。え、これも合ってるのかな。1、2、3。あ、ちょっと難しいなこれ。1、2、3、4、5、7個です。1、2、3、4、5、6。
初めまして、写真見た時から楽しみにしてました。お、ありがとうございます。初めまして。不安しかない。天然って言われないですか？天然って言われないですね。もう2個ぐらいにしとく。そうですね、2個ぐらいがいいかもしれない。髪の毛サラサラで綺麗、可愛い。ありがとうございます。お初です、可愛いね。はじめまして、ありがとうございます。はい、5000。お、はじめまして。もうすぐ今日の3番人気だから頑張れ。ありがとうございます。一旦バイバイするね。またね。流されるタイプだね。なんか難しいかなって。7個めんどくさいかな、打つの。だって同じのをやんなきゃいけない。友達にイーナちゃんの印象を聞いてみたい、いつか。高校生、高2です。初見です。はじめまして。おいくつですか？16歳の高2です。あ、このハッシュタグ違うんだ。ロック好き？ロックはあんまり聞かないかな。です。カレーうどんは好き？好きです、カレーうどん。まあカレーライスかな。消えたハッシュタグ。消えました。近くて嬉しいです。高校生ですか？あだ名は何かありますか？あ、書いてない。あ、書いて、書くの消しちゃったのか。いいなです。17、いいな、書こう。チーズナンで食べるカレーも美味しいよ。カレーって何でも美味しいですよね。いい、髪切れ、目もパッチリしてますね。ありがとうございます。はい、いいな。17、絶対末っ子でしょ。末っ子じゃないです。辛口カレー食べる？食べれないです。辛口は食べれないかな。今まで食べたカレーでまずかったな、自分で作ったやつ。黄金世代。テロップに書いた方が、テロップに書いた方がいいですよね。三兄弟だよね。三兄弟じゃないですね。
長すぎた。ひなちゃん、私は高一です。お、一個下の方、一つ下。え、ハートがすごい、なんか届く。お、すごい。お、ありがとうございます。え、違った。ハート、ありがとうございます。え、すごいいっぱい。お、菅原推しの人、ありがとうございます。ハート、壁に油性マジックで書いとこう。そうですね。おでこが喋ってる。おでこしか映ってなかった。あ、違うんだ、テロップ消えちゃったんだ。昨日正規面ショールームで残ったんだけど、ありがとうございます。こんばんは、また来ました。こんばんは、ありがとうございます。いいなちゃん、あれ、姉じゃない、姉じゃないけど、顔文字のギャップが、これ最近お気に入りの顔文字です。スキーは好きですか？好きです。かわいい。なんかずれちゃった。何これ。いいのか。アイドル好きなの？好きです、アイドル。何時までやろうかな。あと5分で7時。はじめまして、こんばんは。自己紹介、はい、17番、16歳の高2です。静岡県です。身長は157センチです。推しメンは誰ですか？推しメンはさきぽんさんです。何時？9時55分。カレーとチョコが消えた。消しました。5300。こんばんは、こんばんは、はじめまして。カレーとチョコが並んでるの面白かったね。じゃあ書きますね、カレーとチョコ。常に書き換えられる自己紹介フリップ、何回も書き直してますよね、さっきから。高校は金髪でも大丈夫なの？
大丈夫な高校です。こんばんは、戻ってきた、ありがとうございます。さっきぶりですね。はい、できた。何候補し、候補何将来の名バク転が書き込まれるまで負けない。いつか書きます。はじめまして、はじめまして、美人さんと聞いてきました。お、ありがとうございます。これあった方がいいかな。あんまりこの名前だと怒られるんで書いて。なんかいろいろと心配なんですけれど、ん？そうだ、さっき特技ができたんだ。SKE 髪色大丈夫なの？黒にしてって言われたら黒にします。こんばんは。17番ってなんかいいですよね。星が飛んでくる。お、ありがとうございます。静岡県出身なんだ。静岡です。名前変えてきました。すごい、いいなちゃんだけ。おお、いいですね、いい感じ。今の髪がいい、今のままがいいですか。5500人超えてる。おお、こんばんは。こんばんは。こんばんみ。友達と盛り上がる話題ってどんなことがありますか？話題、髪をアップにしたとこ見たいな。とりあえず法は犯さないように、犯しませんね。今日
今日初めて配信に来たのですか。犬ちゃん可愛いのでハートをしますね。ありがとうございます。ハート、上のハート、ありがとうございます。親帰る時間遅いの。うん、遅くないです。ポニーテール、バレたらマジで怒られる。これ消えちゃった、消えちゃいました。可愛いけど矢白がってそうすごいセンスなパーカーですね。これいい感じ。どうしよう、消えちゃったな。ギャルですか。いや全然普通ギャルじゃないです。すごく可愛いです、ありがとうございます。エリザベス女王のパーカー、そうです。部屋には何があるんだろう、何があるんでしょう。これ昨日止めてた画鋲、いや違うだろう。ん？何が？消えちゃったけど持ちます。写真ですか？スピンだよね、やばいな。スピンじゃない、スピンじゃない、写真？洋服に当たって消えちゃいました。これここで男子にモテるでしょうね。モテないですよ、モテない。どうした、どうした、ん？書き直します。パーカーの顔写真が気になってます。ちょっと立てない。でこっちに書きますね。じゃあそれぐらい見えねえ。見えないか。綺麗な二人だね。ありがとうございます。アイス好きですか。好きです。常にボードでアピールするとこがいいね。消えちゃったけど。じいちがちっちゃい。ピンクで描く。はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。
ました。こっちにします。ニーナちゃんは過去にアイドルのオーディションを受けたこともありません。初めてです。リップゲータイム。やっぱ昨日の方が見やすいかも。ここにあるんだよな。マジでミナルに似てるな。え、似てますか。シンプル、昨日のシンプル。可愛くなくてやめました。わい、男女復活。わあ、男女、本当だ、隅にいる。カッパ。17番の16歳、ややこしい。さっきね、17歳だったらちょうどよかったな。紙に書いてる方のマジックイエロー、紫。ちょっと3番に上がったよ。おー、すごい、ありがとうございます。みんな様、皆様、すごい。しました。消えちゃったから子宮書き直します。紫色似合いそう。おお、紫、紫か。サイって感じの方がいいかな。並べ替えただけじゃん。並べ替えました。じゃあ次はもっといろいろ書きます。今何時だ。 7時、もう7時超えたのか。こんばんは。じゃあ一応これ持ってます。C12 分、ありがとうございます。何時までやる。
どうしようかな。あとちょっと日に焼けたら赤くなりそうだね。うん、赤くなっちゃう。12分だからあとちょっとで。むしろ年ってかけてない、かけてないですね。これあれあれしてます。ぼかして、ぼかしてるって濁してる。かけてるか、いやかけてました。ひらがなにします。こんばんは。北海道に来たことありますか？北海道行ったことないですね。もう6000人行った。だが自己紹介のやつが明日もやる。あ、明日はお休みします。結局ハッシュタグ決まった。ハッシュタグはなんかイが、あ、違う、ナが7個だったけど、なんか分かりにくかったから、もう2個、あ、3個で6000人。すごいすごいですよね。すごい、ありがとうございます。17番です。海外行ったことある？うん、あります。ある、海外すぐそこ。あとちょっとでやめます。バイト頑張れ。ありがとうございます。今日は休みだけど、休みとかないけど。いい77。あ、それ簡単だからいいかな。あと1分ぐらいかな。いっぱいありがとうございました。ありがとうございます。皆様わー、いっぱい、すごい、だんだん楽しくなってきたよですね。次もたくさんギフト投げます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。次の配信も楽しみ。ありがとうございます。どうしよう、あれしますね、タイムテーブル。チョコでも食べてゆっくり休んでくる。ありがとうございます。時間があればまた来ます。また来てください。いっぱいありがとうございました。お、アイスだ。アイスだ。ありがとうございます。待ってるね。ありがとうございます。またね。ありがとうございました。バイバイ。